はじめまして、新田です。ユニコーンオーバーロードプレイしていきます。まあ一回も行かないのもあれでしょう。こっち行ってみますか。押し取ってみます。行けますかね。はい、あれ、この先に進むなら気をつけた方がいい。はい、ゼノイラに雇われた魔術師どもがそこの遺跡を拠点にたむろしている。下手に近寄ったら奴らが襲ってくるだろう。気をつけます。だがこの地域を解放さえすればあいつら魔術師を雇えるかもしれない。それはでかいですね。いずれにしても魔術師は手強い。厳しいと思ったら引き返すのも手だ。9兵でもいりゃ楽できそうだが、まあ慎重に。はあ、はあはあ、9兵がまた活躍してくれそうですね。ロルフさんですか。はい、遺跡の魔術師と戦っていきます。お、すごい学校。はあ、つべこべ言うな、行け。怖い。発掘させてるんですね、遺跡を。辺境の盗賊団を蹴散らしてまで古代遺跡を調査しているというのに。はあはあ、この人もあれですかね、洗脳されてるんですかね。どうなんだろう。この程度ではとても功績とは呼べない。全然足りない。全然全然足りない。そうです。全然兄さんにはまだまだ及ばない。ああ、母さんに認めてもらえない。劣等感の人なんですね。呆れられてる。人手を倍にしろ。はい、金は出せ。貴族みたいな感じですかね。大変です、反乱軍がこちらに向かっています。解放軍って言ってください。反乱軍だと。僕の邪魔をする気か。解放軍です。あのアレイン王子が直々に指揮を取っている模様で。よく知ってますね。なんだと。いいなこれは。なんでしょう。ゼノイラに反旗を翻す愚か者と。その狩猟が僕の目の前に現れた。なるほどなるほど。そしたらそれをやったら母さんも認めてくれるし、兄さんも超えられると。とはいえその狩猟を討ち取れば多少は功績になる。確かにその通りですね。母さんに褒めてもらえ。お母さん子なんですね。迎撃準備、うん、敵を火炙りにしてやるんだ。めっちゃ火。了解です。気をつけましょう。やはり部隊がやられた。いや大丈夫だ、まだ勝てる。必ず功績を立てるんだ。ああ、行け、あいつらを撃退しろ。ちょっと失敗しましたね。なるほど。またやられた。だってまずい、手柄を立てないと母さんが認めてくれない。いや出しすぎ。お前たちも行け、絶対に近寄らせるな。怖すぎですね。行ける人が行ってください。くそ、もうここまで来たのか。ダメだダメだ、負けられない。やらせない。僕の栄光に傷はつけさせない。はい、栄光に傷つけに来ましたよ。母さん見ていて。僕は勝ってみせるよ。すごいお母さん子ですね。勝てました。この僕が、僕が僕を倒しました。終わりだ。何もかも僕は死ぬ。誰にも褒められないまま。悲しすぎるでしょ。別にお母さんじゃなくていいんだったらなんか別のコミュニティ作ったらいいと思いますよ。死ぬ、消える、何もできないまま。嫌すぎますね。殿下、この者の処遇どういたしますか。ああ、こうやっていけるんですね。まあ処刑する必要もないでしょ。遺跡発掘してただけなんで。勧誘したら今。魔術師欧州、うん、君の力を貸してほしい。ぜひ。どうですか。え、ほう、解放軍に入って共に戦ってくれ。まあもしよかったら魔法使い欲しいんで今。僕が解放軍に。はい、本気かい。僕は君らに負けた敵将だぞ。まあそういう人たちたくさんいるんで。それに僕には功績も才能もない。別に功績も才能もいらないですよ。寝返ってくれるならそれで。情報がある。情報が。そうだ、母さんにも褒めてもらえなかった男だ。まあいつか母さん、じゃあ倒しましょう。反乱軍として。反乱軍じゃない、解放軍ですね。多くの力がいる。はい、そうです。この遺跡の発掘ぶり、君のような研究熱心な魔術師は貴重だ。いや、あんまちゃんと見てないんでわかんないですけど。ゼノイラ軍、ガレリウス様と戦って勝ち目などないだろう。いやいや大丈夫ですよ。今のままならそうだ、うん、でも仲間増やすんで。解放軍をより大きく、そうそう、強くするためにも、はい、
君を仲間にしたい。そういうことなんですよ。僕を仲間にしたい。僕が解放軍に入る。はい、そうです。どうです？いや、人生って面白いものなのかもね。いいですね。分かったよ、アレイ。いや、殿下、僕は解放軍に入る。あ、嬉しいですね。よく考えればゼノイラを倒す、これほどの功績はない。あ、確かに間違いないですね。きっと母さんも褒めてくれる。そっか、この人は反乱された時、なんかだから支配下に落ちた時、多分アレインさんと同じくらいなんで、まあ物心はついてたんでしょうね。僕の考えていた未来とは違うけど、案外そこに欲しいものがあるかもね。まあそうですね、考えていた未来とは違いますけど、わかんないです。アレインさんたちと仲良くしていたらまた違う何か、それこそゼノイラさんを倒すでもない何かが見つかるかもしれないのでね。はい、殿下、これからよろしく。この辺りはもう解放軍の勢力圏で。素晴らしいですね。ありがたいです。スカーレットは無事だろうか。ごめんなさいね、ずっと放置しててなかなか行かなくて。解放軍駐屯地です。はい、スカーレットのことが心配か。まあ、いつまでも助けに行かないもんでね。お前には隠せないな。いや、まあそりゃね、レックさんだって心配でしょ。連れて行かれてしばらく経つ。無事だといいが。いや、本当になかなか放置してて申し訳ないですね。早く行った方がいいですか。気持ちはわかるが、助けるためにも戦力が必要だ。まあそうですね。そうは言ってもだな。あまりにも過ぎます。だから焦るなって。まあちょっと落ち着いてください。ルノーの居城に向かうにも経路の確保が必要だろ。そうでしょう。スカーレットを助けるためにお前は確実に前進してる。そうです、前進してます。だけど一人で背負い込みすぎだ。俺にも手伝わせてくれ。そういうことです。絶対にスカーレットを助け出す。一緒に頑張ろうぜ。そうですね、頑張りましょう。必ずや救い出しましょう。はい、ダルビット、私が守るこの町に踏み入ろうとは愚かな反乱軍よ。はい、おー、エルゼクーバの防衛戦だそうです。その間にここに来て、これレベルは10は無理。ここは何でしょう。近づいたら襲われますか。はい、殿下お待ちください。はい、城塞都市バールバチムはモルドンに、言ってましたね。はいはいはい、バールバチモ、はい、城塞都市。おお、どうした。どうした。ソリジートリデが落ちたみたいです。あ、落としました。サカツ傭兵団のオーバンだったか。そうですね。どんな連中にやられたんだ。なんて言ったらいいでしょう。解放軍を名乗っているとか。名乗らせていただいてます。また新しい反乱勢力か。そうですよ、まああの王子さんですけどね。モルド様、町娘かわいい。おう、ちょっと外で待っていてくれ。なんですか。しかも結構なんか良好な関係っぽいですね。またですか。あ、違うのか。いいだろう別に。でも向こうから誘ってましたよね。しかしまあ、変な連中にこの町を荒らされても困る。ほう、ちゃんと収めてる感じですね。にもし近寄ってくるようなら徹底的に痛めつけて追い返せってな。徹底的に痛めつけられてしまいますね。これはまずいですね。困るな。ここから先に進むには占領している敵を倒さねばなりません。十分な戦力が整ってから戦いに挑むのが賢明でしょう。それはそうですね。何ですか。ちなみに、あ、レベル5だったらいけんこともない気がしますね。ちょっと考えつつ。はい、城塞都市バールバチも解放戦です。解放戦ですよ。おいおい、解放軍を名乗る連中、本当にやってきたのか。だが、よりによって城門が壊れた。城門壊れてるんですか。嬉しい。仕方ねえ、お前ら適当に走るってやれ。ああ、これを壊さなきゃいけないんですね。いや、中に入られてるじゃねえか。
敵のいない門を守ってどうすんだ。お前らも行け。あ、そうですよね。あ、ごめんなさい、マイク倒しました。騒がしくするんじゃねえよ。まあそう言わないでくださいよ。くそ、なんだってんだ。これ解放軍って言うんですよ。まあ、そういうことじゃないでしょうけどね。おうおお、逃がしやしませんよ。逃しはせん。そういうことです。くそ、俺もここまでか。ここまでですか。ジタバタ命乞いするのも性に合わねえ。もしかして勧誘します？煮るなり焼くなり、お前たちの好きにしろ。なんかでも見た目とか喋り方すごい悪者な感じしますけど、多分町娘にも多分好かれてましたし、まあその権力的なもののせいかもしれないですけど、割と割り切ってるからモルドンさんそんなに悪い印象ないんですよね。なんか豪遊はしてますけどそこまで悪い人な感じしない。ここにクロエさんがいるのはすごく嬉しい。お待ちください。あ、そうですよね、モルドン様は決して悪いお方ではございません。そうですよね、そんなんちょっと感じてました。破壊されたこの町を修復し守ってくださっていたのです。全然門とかなんか壊れたままでしたけど、まあでもだから修復し途中ってことでしょ。やせやせ、この町を支配して好き勝手していたのは事実だ。いやでもいい人じゃないですか、守ってくれてたんでしょ町を。なるほど、うん、確かに町の中心部は綺麗なようだが。はいはい、ああ外に行くほど修繕が必要という話ですか。こんなご時世じゃなきゃ俺は石工をやっているはずだったんだ。まあささやかな修繕作業しかできなかったがな。しかもその石工もあれなんですね、なんか仕事だからじゃなくてまあ好きでやってんですね。だからもし石工のやれることがあったらやるっていう、かっこいいじゃないですか。どうかモルドン様をお許しいただけないでしょうか。全然いいですよ、もうあの全然アレインさんよりもいい人だと思います。処刑するは過酷すぎる、許しましょう。町を守るために戦っていたのなら、はい、切る理由はない。まあ、確かにそうですね、うん、本気か。いや本気かって思いますけど。これからは町のために働いてくれ。ねえ、よかったらまあ一緒に戦ってくれって感じですけど。まあなんとなくちょ雇用で人を雇用するのは難しいと思ってるので、ちょ雇用していないので、そうなってくると、まあ、仲間になってくれる人が増える分にはすごくありがたいんですよね。あんたたち解放軍はコルニアを救う気なんだよな。そうですよ、全部解放するつもりです。だったら俺も解放軍に参加させてくれ。いや普通にいい人。一人でも戦力は欲しいところだが、いいのか。いやまあ確かにいいのかって気持ちですけど。もちろんだ、必ず役に立つぜ。普通にいい人だモルドンさん。それはありがたい、うん、これからは仲間として共に戦おう。はい、本当によろしくお願いします。でもその仲間にし方だとあれですかね、各職業一人ずつぐらいですか。それはきついな。はい、町の復興、橋の修復、何でもやるぜ、よろしくな。あー、橋の修復してくれるんですね、やったー。はいはいはい、これは嬉しいですね。噂の反乱軍だと、なんと間の悪い、仕方ない、訓練中の兵を砦に集めろ。ほう、パラディス砦解放どうちゃら。まあこのまま行きましょう。いやちょっと一瞬あれユニット増やした方がいいかと思ったんですけど、まあいいです。パラディス砦解放戦ということで頑張りましょうね。傭兵、あんたたちが解放軍かは、砦を解放してくれてありがとう、傭兵たちも仕事を求めて集まってきていますよと。はい、あれなんだお前は、今怪しいものを近づけるわけには。何でしょう、アデル。ああ、なんか言ってましたね。お前クライブじゃないか。するとこの若者は。はいはい、久しぶりだなクライブ、元気そうで。なんかこの人がなんか近くにいる即戦力の人っていうやつですか。相変わらずで安心した。いいことですね。でか、この者はアデル。はいはいはい、なんか言ってましたね。私の友人で同じ騎士団領出身のものです。ふんふんふん、なるほど。俺はアレイン、よろしく頼む。はい、よろしくお願いします。アレイン殿下、先ほどは突然の無理をお許しください。全然大丈夫ですよ。失礼いたしました。大丈夫ですよ。わけがあるのだろう、
話してくれないか。あ、お願いします。それはそうですね。ああ、わかった。はい、何ですか。ことの発端は、はい、現在の領主ガストンにある。はあ。やつは税と称して領民から食料を巻き上げていてな。嫌になっちゃいますね。それができない者はやつの元で重労働に駆り出されているありさま。あ、この領主はちゃんと悪いやつっぽいですね。だから俺はガストンを撃ち皆の暮らしを元に戻すつもりだ。はいはい、協力したらアデレさんも一緒に戦ってくれますか。今後この領主は悪そうですね。君の意気アデル、君の意気込みは買うが、言いたいことはわかる。なんせ騎士団領は広いからな。へえ、いや広い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 ここノルドプラージュの町を中心にファソンの町グローモンド砦で、東には常設の駐屯地もある。はあ、広これら要所が点在しているからな。少々同志を集めたって無理な話だ。そこで殿下、騎士団領奪還のため解放軍の兵を出していただきます。もちろんそれはいいですよ殿下。この地は私の故郷でもあり、私からもお願いいたします。ああ、全然いいですよ。いや、全然いいですよとかいうあれなのかわかんないんですけど。騎士団領はコルニアの領地、いずれ取り戻さなければならない。そうですね。まして領民が苦しんでいるなら、ここを解放するのは早い方がいいかということで、さあ、騎士団領を奪還のため出陣しましょう。ありがとうございます殿下。もう俺ももちろん戦に加わります。はあ、機関に入ってくれるとありがとうございます。連中に騎士団伝来の槍の技を存分に味わわせてやるということで、アデルさんが仲間になりました。で合ってますか。サブクエスト、レベル6か、いけますかね。アレイン殿下が出陣される際には俺も参戦させていただきます。なるほど、ダメだった時はやめればいい。ナイト、グリフォンナイトとかがいるっぽいですね。騎士団領奪還です。まあ広いっぽいですけど。税収が芳しくないな。昨日の収穫量も落ちている。はい、税が重く生活が苦しいと訴える領民もいます。分かってるじゃないですか。せめて徴収量を緩和しては。あ、副官はいい人ですね。はい、ダメだ。ダメなんですか。食料の確保は絶対だ。はあ、徴収の手は緩めるな。それ何のためですかね。ガストンさんがたくさん食べたいからですか。申し訳ありません。それとも貯蓄のためですか。何か危機が起きた時の。とにかく食料庫は常にいっぱいにしろ。なんで空きを作ることは許さん。不思議。承知いたしました。理由を。税の徴収を徹底させます。はい、ガストン様。はいはい、呼び出されましたね。うわあ、それはクロエさんと同じ槍。どうした、何事ですかね。反乱軍と見られる勢力が陣地を構築しています。あ、どうもどうも、反乱軍です。ふん、噂の解放軍とやらが私の食料を奪いに来た。まあまあそうですね。全軍を招集しろ。騎士団どもも全て動員だ。あー、めっちゃ敵多そう。食料を狙う者に容赦はしない。私も出陣する。別に食料庫狙ってるわけじゃないんですよ。まあ、ガストンさんを打ち滅ぼすのが目標なので。めっちゃ飯好きじゃんけ。まあ、つまりそういうことですね。先ほど食べたばかりでは腹を満たさずに戦などできるか。だ、もう満たされてるのではって聞かれてるんですよ。それとも貴様、私に戦地で飢え死にしろというのか。滅相もありません。滅相もありません。直ちにお食事を用意いたします。応募だ。食料は絶対に渡さんぞ。腹減り丸なんですね。まあ、まずは目的。うわ、遠。目標は現領地のガストン、現領主のガストン。彼は、領地採用に駐屯地を築いています。遠いて。はい、1、2、3。はい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 。なるほど。あの騎兵たち見覚えがあるそうです。旧騎士団領の騎士たちだ。俺たちの元仲間だよ。うわあ、今ガストンの配下か。それは攻められないですね。ガストンの圧戦に苦しんでいるのは彼らも同じです。交渉の余地はあるはずです。話を聞いてくれるかわからないが声をかけてみる。ああ、なるほど、対話します。あ、会話できます。じゃあ会話しましょう。再生します。なぜ俺だ。アデルだ。アデルか、失敗したお前が何の用か。俺は今アレイン殿下と共にいる。
あのイレニア様の忘れ形見だと、今が騎士団領を取り戻す後期、今日らも共に来ないかと、反乱軍を率いているというのか、アレイン殿下というのは誠だったのか、これぞ天佑、ガストンに使えるのももはや限界、我らの映画をも取り戻す後期が来た、喜んで協力しようぞ。あ、嬉しいですね。あ、みんな変わってくれる、それはでかすぎる。うん、この先のゼノイラ軍騎馬兵部隊、彼はかなりの手だれです。相性に注意して進まねばなりませんね。はあ、防御に関しては私にお任せを、お立てでみんなを守ります。ありがたいです。騎馬兵には空から攻撃できるといいのですが、いや誰、フラウさん、私がお力添えします。フラウさんを仲間にした後じゃないといけなかったです。あれはフラウ、あ、今ですか。解放軍の進軍を聞きつけ馳せ参じました。はあ、ありがたいですね。騎馬兵の相手は私にお任せください、殿下ご命令を。嬉しい、唐突に来たフラフさん。うわ、めっちゃ出てきた、なんで。あ、本当ですか、やった、あれも仲間になるそうです。先に当たった、当たりましたよね。狙いは対話を行います。シリルさんとです。お聞きください、私はクライブ、元騎士団領の騎士だ。はい、なんとクライブなのか、久しいな。我が軍はイレニア様の忘れ形見、アレイン殿下が率いておられます。騎士団領奪還のため我らと共に戦ってくれませんか。断る。今更ガッソン様を、裏切れん、嘘でしょ。しかしガッソンは領主として使えるに足る存在だと思いますか。あ、いいこと言います。領主を持たない俺は食い詰めて一家心中するところを彼に救われた。死ぬのをやめて共にパンを食べよう、スープを飲む、さすらば救われる。あの方はそう言って食事を共にし我が家に配給を下さるようになった。今や俺の忠誠心はガッソン様にのみある。わかりました、あとは槍でお答えしましょう。そんなことあります、ダメだった。はい、この町食べ物は配給制だけど、それだけに飢えてる人はいない。解放軍、ああ、やっぱ配給制なんですね。だったらまあ許せるかな。俺たちの騎士団領、今こそ返してもらうぞ。民のためだと吹聴しつつ、己の野望のために戦を起こす、その意味が分かっているのか。戦で食料が減れば苦しむのは領民だ。その言葉をそのままお返ししよう。領民を苦しめているのはあなただ。いや、まあ何とも言えない感じでした。割と領民に好かれてる感じあったんで。どんな理想や大義を掲げても上の前には色を失う。大事なのは決して飢えないことだ。上ほど恐ろしいものはない。私の食料は誰にも渡さんぞ。いや、でも結構領民にも配ってるっぽいじゃないですか。偉いですよ。トアピン駐屯地。食料か。せっかくの蓄えが全て無駄になってしまうのか。まあそういうわけではないですよ。何が蓄えだ。私欲のために領民から巻き上げただけだろう。いやいや、領民にも配ってるっぽかったですよ。ほら、あれは基金に備えてのものだ。ほら、まあでも備えすぎなところはちょっとあったかもしれないですけどね。こんな戦乱の世、備えがなくてはいずれ基金が訪れる。はいはい。アレイン王子よ、王となるなら誰も飢えさせるな。まあ、ガストンさんは過去に飢えですごい苦しんだんでしょうね。幼年の頃のような、うん、ひもじい思いはもう味わいたくない。そうですね。いや、もう飯の心配はしなくていいのか。ああ、今処刑されると思ってますか。まあでも領民にそれこそ好かれてはいたんで処刑はしなくていいかなと思いますけど。処刑するしないの選択肢ガストンさんは出ないんですね。仲間になる選択肢なかった。まあ今回はアデルさんとフラウさんが仲間になるからそういうことだと思います。なりますよね、きっと。改めて騎士団領としての、出発、再出発だ。最初は混乱も起きるかもしれないが、もともと騎士たちで自治をしていた土地が彼に任せれば大丈夫だろうと。さて、これで俺も心置きなく旅立てる。俺も殿下にお使いさせ、ああ、なるほど。ここから旅立てるってことですね。ありがとうございます。アデルさんが加わりました。フラウさん、可愛かった。はい。ああ、
ミリアムの元へ戻りますか。はい、了解です。ミリアムさんのところ早く行きたいですね。フラウさん可愛かった。殿下たちの信号を伝えねば。はい、彼女の元へ向かうのでしたらこの道をずっと東へお進みください。はい、それでは殿下、この先でミリアムとお待ちしておりますと。了解です。あー、離脱しちゃいました。ちょっと悲しいですね。はい、ハイラン軍名、この町を奪うつもりか。不屈のマルディエと呼ばれたこの俺だ。貴様らに屈しはせんぞと。リジェールの町解放戦だそうです。これはレベルは6か。なるほど。会話しますか。ここは父さん、いや強い。ソームの町レベル38はやばすぎでしょ。無理ですね。あ、いた。誰でしょう。ベレニス、ベレニスな。ちょっとハンターたち解放軍だろ。そうです、そうです。話がある。砦に寄ってもらえないかと。はい、クエスト傭兵の肝試し、腕試しかもしれないです、はい、呼び止めてすまない。大声では話せないんだが、私はベレニス、ここのご領主に雇われて傭兵隊の隊長をやってる。はあ、それで話すとは何だ。どこから話すかな。ここのご領主は穏健な方でね、ゼノイラが侵攻してきた時も、民や配下の血が流れるのを嫌い、無血を条件に抵抗せずゼノイラに。あ、偉い。だが連中の横暴な要求は日増しにひどくなり、さすがのご領主も我慢の限界らしくてね。もしもあんたら解放軍が噂通りの力を持つなら、あー、ゼノイラに反旗を翻して共に戦う覚悟のようです。俺たちの力をどうやって確認するつもりなんだ。表立って騎士団を動かすわけにはいかない。そこで私ら傭兵隊の出番ってわけだってなことで、私たちと手合わせ。あー、別にですよ。まあ半分私が楽しみたい。悪い話じゃないよ、あんたの力を見せてくれ。はあ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 、腕試しですか。なるほどね。そんな広い地域ではないですよね多分。傭兵の腕試しです。殿下、はあはあ、はいはい、何ですか。ベレニスが戦いを挑んできたと聞きました。そうです。あ、知ってるんですか、クライブさん。彼女を知っているのか。うん、はい、実は。ほう。あ、いや、なんか見たことある。え、あれ、トレビスさんの姉。いや違うか、さすがに。クライブ、あんたも解放軍に参加してたのか。うん、違いますね。うん、多分。私の話をするつもりなら余計なことは言うなよ。話をするなよっていう話でしょ多分最初から。お前は知らないとは思うが、はい、アレイン殿下はイレニア様の維持正当なコルニア継承者だ。え、知らなかったんですか今。殿下と戦う必要はないだろう。いや、それでもあるんじゃないですか。なるほどね。それでもきっとあるんですよ。じゃあなおさらだ。なおさららしいですよ。ガレリウスと戦える力があるか、この私が見てやるよ。じゃあお願いしましょう。ベレニス。構わない。構わない。そうです。ここでやられるようではガレリウスを倒すなど到底無理な話だ。まあ強気なんでね、アレインさんは。言うね。ねえ、期待してるよ王子様。期待されちゃったんでちょっと頑張りますか。やっと来たか。悪いけどこっちもあんまり余裕はないんでね。使える手段は使わせてもらうよ。はい。想像以上だ。やるね、あんた。嬉しいですね、褒めてもらえて。まだ終わっちゃいないよ。ほう。おお、これも防ぎます。決着はついた。強いんですね、ちゃんと。ベレニス、そこまでにしておけ。何があったんでしょう。殿下の実力は分かっただろう。まあでも分かっていただけたら。そうだね、久々に悪い癖が出ちまったよ。強い人と戦いたいみたいな。確かに実力は本物だ。砦と村はあんたに任せる。あー、やれと。代わりと言っちゃなんだが、私も仲間に加えてもらえないか。まあそれそうですよね、そうなりますよね。ガレリウスを討ち取るならあんたについていった方が早そうだ。じゃあそうしますか。まあこれは断る理由がないでしょう。歓迎しましょう。別に元からだってね、クライブさんの知り合いだって言いますし。腕の立つ傭兵は大歓迎だ。はい、いてくれて大歓迎です。クライブもよろしくな。よろしくお願いします。ところで、あ、そうそう、クライブが言いかけていたベレニスの話って何だったんだ。そうですね、それ何だった。あー、覚えてたのか。まあまあまあ殿下、それはですね、はい、
あ、待てっつって、ね、言うなよクライブ。それでも言ってほしくないんですね。余計気になるな。いや、気になりますね。本当に大したことないんだよ。ちょっと恥ずかしい話なんでしょうね。騎士団の喧嘩が原因で追放されて傭兵になったって話さ。ああ、そうなんですね。原因はゲイリーという貴族にあり、ベレニスに非はありませんでした。貴族とのいざこざ。過ぎた話だ、もういいだろう。それじゃあ改めてよろしくな。はい、ぜひよろしくお願いします。強かったですね。雇い主のご両親には話を通してきた。これからよろしくな、よろしくお願いします。あとこれから、ここから南東にある採掘場が使えるようになった。あ、嬉しいですね。貴重な鉱石が手に入ることもある。いいですね。殿下、一つお伝えしたいことがございます。殿下のご活躍もあり、軍に勢いがついてまいりました。はい、今ならルノを倒し、あ、スカレットの救出も可能やもしれません。叶うやもしれません。殿下、スカーレットの救出に向かわれますか？もう少し準備がしたいですかね。すみませんね。承知いたしました。念のため現状の報告をいたします。ルノーはスカーレットを連れて城塞都市ユークイットへ向かいました。あちらへはミリアムという騎士を先行させております。殿下の準備ができ次第ミリアムと合流しましょう。そうですね。はい、今回はなんとなくここからクワッと回ってみました。ここまで見てくれてありがとうございます。